はい、では、今回からね、ニブラヒム編です。やっていこうと思います。シーラカンパニーがね、5年前の時期はなかったかのように新しく作り変えた新生ニブルヘイムっていうね、ちょっと恐ろしいですね。もう建物も施設もそのまんまっていう。クロナウトの人たち最近怖すぎやろって感じですけどね。お店とかはないのか。だってじゃあ、ケトシーの後を追いかけてシンナの端末にアクセスすると、給水筒も。こりゃ黒マントだらけだな。本当だ、怖っ。うん、それに村の人たちも。知らない人だよね。この村に何かご用ですか？どうもどうも。あ、僕シンラリゾートの社員です。シンラのネットワーク端末をお借りしたくてちょっと寄らせてもらったんですわ。後ろの方々は？あ、この人たちは。ここは私の故郷でした。なるほど。ニブルヘイムの今の状況はご存知です？いや、驚いた。ここは5年前からシンラカンパニーの直接管理区域でしてね、今は魔法中毒の方々の療養所になっています。ほう、療養所。権利関係は処理済みと聞いています。何か問題がある場合は本社の特殊施設管理課へご連絡いただけますか？ご親切にどうも。あ、端末ちゃちゃっとお借りしちゃいますね。あ、故郷が懐かしい気持ちもわかりますが、どうか早々にお引き取りを。複雑よな。カードパーツはおるんや。変わり果てた村。クエスト掲示板とよろずや、あ、魔導書、休憩ポイント、写真屋さんもあるのか。ほー、ちょっと待って、ちょ、お買い物したいかも。俺の任期はあと半年だ。土器って買えるのかな。ここに昔住んでた人だろ。あ、はい。面倒は起こさないでおくれよ。あ、すいません。武器なんかあるかな。あ、マジックカラー、高っ。1万2000ゲル。レッドメガホン、モーグリバカーズ。ちょっと待って、ケットシートあれか。あんたの故郷はもうないよ。レッドサーティンか。忘れる方がいい。ううひどいこと言わんといて。アリス、これ昔からあった。ああ、登りたくなるよね。給水筒ねえ、登ろ。何見えるかな。あ、おい、なに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 。あ、なに、給水筒でイベントあんの。クラドとアリス、やばっ。村だね、ちゃんと。ああ。ポンポン。ああ、かわいい。ねえ、クラウドンちは？あれだ。へえ、かわいい。神経だった。似せてはいるが全然違う。だから何とも思わない。
ほら、あれが宿屋。5年前はあそこに泊まった。あれが村役場で、あそこがよろず屋。それからティファの家だ。かわいい仲良し。もしかしてここから見てた？え？ティファのこと見てたかなって。見てない。あ、そうだな。そんなこともあったかもな。あ、よし、来た。ついにランクアップした。やった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 。私も見ちゃうな。そろそろ降りよう。私はもう少しだけ。おお、え、あ、これねマックスになったってこと？好感度。来ましたよ、来ましたよ。にしてください。怒ってるのか？あ、はいはい。俺か。うん、全部羨ましい。一緒に懐かしいねって言える友達がいる。子供の頃の思い出を一緒に覚えてる。そういうのすごく羨ましくて、気持ち持て余してる。だから一人にして、クラウドに八つ当たりしそう。してもいい？しない。後で落ち込むから。優しい。ごめんね。ありがとう、ね、もう少ししたら降りるね。いや、リス、こういうところがいいんだよな、ほんと。いい風。ちゃんと自分で解決するっていうね。いいだったんだね。あー、いや、気持ちいい、リス、かわいい。かわいいんじゃ。よし、いいのか、クラウド、お前。じゃ、もう一回。もう一回、じゃあ、エアリスの様子見に行こう。やったー、好感度マックスになった。好き。気に入っちゃった。いい風、いい村。一緒に住むか。だったんだね。ここ好き、気に入っちゃった。もうこれであれやろ、ゴンドアのイベントも 100% アヤリスやろ。よし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 。じゃあ、ティファの家にはティファがいいのかな。え、でもここも人入ってんじゃないの、新しく。そんなことない。旅の方ですか。あ、まあ、こっち、そっか、療養所になってるって言ってたもんね。具合が悪いなら、療養者の定期検診が終わった後からも行かないと。そう、じゃあちょっと、ティーファーは…クロマントの人たちの腕に…お、え、クロマントさん。ほら、デイルさん、ダメですよ。クイーンズブラッドなら、私が相手になってあげるから。ごめんなさいね。この人はデイルさんと言うんだけど、カードバウトがすごく好きでね。あ、そうなんですか。そうだ。もしよかったら、あなた、デイルさんの相手になってあげてくれない？どうも私だと弱すぎるみたいで。強いバウターを。クロマントさんとカードゲームできるんだ。いや、ちょっと、いや。手が空いた時でいいから。バウトしてあげてね。はあ、私の家族はカードゲームずっとやってるらしいです。楽しいって言ってた。クイーンズブラッド、あの日パパはなぜセフィロスを追ってマコールまで行ったのか。病院で目を覚ましてから私ずっとそのことを考えていたの。だってセフィロスに追いついてもパパじゃ何もできないよね。実際そうだったし。でもニットガルに出て自分の力で生活するようになって分かった。
パはただ怒ったんだって。今日は大変だった。でも明日はきっと良くなる。そうやって積み上げてきた大切な毎日を壊されたことにパパは怒った。その怒りがパパを動かした。ああ、だから私も悲しい気持ちや虚しい気持ち全部を怒りに変えてアバランチに入ることを決めたの。でも怒りって長く続かないんだ。アバランチの活動が過激になるにつれて疑問や不安が大きくなってクラウドと再会したのはそんな時だった。うん、それって運命じゃん。運命だな。うん、私もそう思う。いろいろあったけど帰ってきて正解だったな。昔に似せて作り直して何もなかったみたいにごまかして、こんなの許せない。セフィロス、シンラ、全部大嫌い。ねえ、ここにいた頃クラウドよく私のこと見てたよね。そうだったか。私が見たらカミングアウトしとったやまい。声をかけると無視する。めんどくさいガキだった。自分でもそう思う。私は誰にも嫌われたくない子だった。今でも自分のそういうところちょっと嫌い。うん、しっかりしなくちゃ。よし、あ、ティファのピアノがある。弾かないけど。しっかりしなくちゃ。じゃあ、他のキャラの交換のイベント見ようか。これ部屋もまんま一緒？いや、そういうわけではないよね。部屋のこうインテリアとか。あ、でもピアノ置いてるから割とそのまんまなのか。いや、恐ろしいね、ほんと。私たち医療班が日々観察していくことで何かが分かる。ここは診療棟です。他のキャラはどこにいるんだ？あ、ニーズヘッグホテル。ちょ、大丈夫？クラウド、バレットがいる。見ろよこの数。クロマントさんの。こいつら全員自分たちの足でこんなとこまでわらわらやってきたと思うか。全部シンラの仕業だ。集められたってことか。自分たちの都合でぶち壊したりかと思えば偽物を作ったりよ。何でもシンラの思い通りってか。そうはさせるかな。許せん。ああ、許せない。お前の故郷の分もきっちり神羅に思い知らせてやろうぜ。これだけバレてるんだ。なんか随分シンプルじゃん。神羅がこいつらに悪さしねえか見張っとくぜ。まあでも後悔が分かったからいいか。5年前のことはよく分かんねえけどよ、お前とティファのことは心配だ。しんどいようなら村を出ようぜ。バレット優しい。俺はここにいるからよ。よし、シンラがこいつらに。で、あとはレッドサーティーンとユフィやな。ユフィどこ。あ、ユフィいた。この先が、まあな、魔鉱炉があるってことは魔鉱がいっぱいってことでしょ。ねえ、貴重なマテリアとかあった？飛び切りのがある。あるの。天然のマテリアがあったな。天然物。ここから上がった。マジで。なんかよだれ出そう。よだれ出そう。デュフ。始めましょう。早くマテリア探しに行こうよ。早くマテリア探しに行こうよ。よし。あ、レッドハティすぐ近くにあったな。はい、あっちの方なんだか嫌な感じがする。神羅屋敷か。あ、ごめん、故郷のことをこんな風に言われたら嫌だよね。かわいい。気にしないで。気にするな。ここは俺が育った村とは別物だ。シンラはどうしてこんなことしたんだろう。クロマントの人を集めてシンラは何をする気なんだろう。
かわいいな。コマンドってまとめて呼んじゃうけど、あの人たちにもちゃんとした名前があるんだよね。カードバーターの人とかね。クロマントの人を集めて、シンラは何をする気なんだろう。ということで、じゃあ一応仲間たちの話は全員聞いたかな。で、宿屋に行けばいいのか。いらっしゃいませ。休憩されますか。していいのか。はい。良い旅を。あれ、あれ、休憩したらいいんじゃないの。あれ。あ、じゃあ、あ、あ、部屋に入ってイベントか。幼馴染とかいないのか。可愛い女の子とかさ。ザックス。てか、俺が今一番好きな子の話聞く。興味ないってか。いいから聞けって。すっごく可愛いんだ。いや、美人だな。見る角度によるな。うん。っていうか、何より性格。ミドガルの子か。ああ、都会の子。あ、ザックス。ザックス・フェロ。エアリスが好きだったソルジャー。ゴンガが生まれの俺の同僚。5年前、俺たちは一緒にここに来たのか。ザックスのこと思い出したって思い出したっていうね、5年前の記憶。ゴンガガの時はね、ザックス誰だこいつみたいな感じだったんですけれども、ね、エアリスのことをほっとくなんてとかって言ってたんですけども、ここに来て思い出したっていうね。まあ、ちょっと今回この辺にしておきますか。キレがいいからな。じゃあ次回はケトシーの様子を見るところからやっていきましょうかね。お疲れ様でした。